っとびチャンネル始まるよ。勝てそうっていうか、まあバトルしたい、いい勝負できそう。えあ、次の大会でね。そうそうそう、あ、バトルでね、いいバトルで、うん、なんか一番戦えるのは、ああ下町さんかなと思ってる。違う、別にそういう他のみんなはもうカスミとかみんな知ってるけど、一番喧嘩打っちゃいけないだろ、喧嘩打ってんな。入れずに入れられちゃうかな。どっちだ、ボスなのかダーマスさんなのかにもよるじゃん。どっちでバトルしたい。いや、ダーマスちょっと危なそうだから。いや、ダーマスだ、ダーマスさん。やっぱその呼び捨てからもやっぱコラボの戦う方の意思も、もうね、流れてくんじゃないですか。怖い。ボスじゃん、ボス。ボスだな。じゃあ、おい下町。もう一回霞に来て、対マンしようや。怖いよ、嫌だよ。じゃあこれ下町さんに俺 LINE しておくから。やだやだ、怒られるわ、ガチ。言わされてるだけなんだ。でもさ、本当にこんでパイセンにボス負けちゃったら来年、うん、ボスやばいな。顔ないよね。ボス顔ないね。下町さん、ボス、可愛い処女がバトルしてほしいということなんですけど、来年返事待ってます。紙に印刷されてやられちゃうから。スーソン、久しぶり。サキちゃん、あんたでもいいよ。ダオさん。はい。スーソンチャンネルのサキちゃん。はい。喧嘩売ってきましたよ。そうなりますね。そうなりますねときたか。どうなんですか、ダオさん的には。やっつけたいです。でも、はい、さきちゃんは、はい、ダーマさんとはやりたくない。俺とはやってかない、うん、俺が本指名です。それについてどう、うん、自分をやっつけてからにしてほしいですね。あ、いいね。まずは、はい、俺をやっつけてみろと、はい、なるほど。スズソンチャンネルの関係者のさきちゃん、下町ぶっ飛びチャンネル、俺に喧嘩を打ってきました。ああ、ありました。いや、俺もね、見たんだよ。見ました。うん、ちょっと見たんだけどさ、はい、でまず俺からも言っていいかな。あの、まずはね、いろいろ俺のこと気にしてくれてありがとうございます。高尾君も出てましたもんね。そうだね、なんか騎士団のことを気にしてくれて。でもあれは心配ないから、翔やんがあのね、はい、活動を休止するんだ、俺がいるから。そこからさ、騎士団から横浜銀杯に行くって言ってたじゃん。違うんだ、俺逆なんだよ。もう横浜銀杯から騎士団に来たんだよ、俺。残念ながら。あ、なるほど。そう、もう通過してんだよ、俺、横浜銀杯。冷めちゃったんですか。冷めちゃったのかな。中学生の時よく集会行く時に聞いてたんだよね。ああ、集会前にモチベーション上げるみたいな。そうやつ。さきちゃん、あんたでもいいよ。なんでこっち借り上げちゃったんだ。違うんですよ。だからダーマさん55種類の、うん、今魚の川魚55種類コンプリートっていうのをやってて、うん、それが釣るまでは周り伸ばさなきゃいけないですよ。周りは切れない。なっちゃうの。そうっす、ね、で、あれじゃんなんだっけ、リアルスヌーピーだっけ。スヌーピーのリアル版。で、タクボ君、本題なんですか。ああ、本題ね、はいはい。ダマさん、はい、あの、サキちゃん、うん、って子が、はい、ボスになら勝てると、はい、ボスとなら、うん、いい勝負で次ができるんじゃないかと、うん、で、今回の星なんですが、はい、今回我々に喧嘩を打ってきた星です。でーじゃあ、さきちゃん可愛らしい子ですよね。
これはちょっと貼っといてね。わかりました。でね、高尾君、今回ね、自分の本指名なんですよ、うん、俺とやりたいって指名料もらわないといや、俺もいろいろちょっとね、ダマさん、はい、まだ俺とやるのは早いだろうと。まず俺を倒したいなら俺の前にぶっ飛びメンバー、まだ兵士がいっぱいいるんでね、その兵士たちを倒してから来いと俺は言いたいわけですよ。そこでね、ダーマさんに出てもらおうと思ったが、ダーマさんは嫌だと。なんで嫌なんだろうね。だって危なそうだ。じゃあ近づけなきゃいいだけじゃん。ああまあまあまあ、そうですね。とりあえず勤むうちのナンバー2と戦ってもらって、はい、うん、ね、ナンバー2にもうとにかく近寄れない距離に置いてさ、そうっすね、ナンバー2と戦ってもらって、ナンバー2に勝ったら、はい、あれだ、ナンバー、あ、そうっすね、うん、いや、今回、うん、自分的には、うん、まあ、まずは俺が出るまででもない、うん、って言ったら高坊君って言っちゃうと、なんか高坊君を俺より下みたいな言い方になっちゃいますけど、うん、今回は高坊君を倒したら俺がやってあげてもいいかなと。恥ずかしくねえか俺は。負けるのが怖いんですか。負けるのが怖い。そうか。もう25歳以上しかやらないけど。二十歳ぐらいじゃないですか。じゃあ25歳。見た感じ。ねえ、ダマさんいくつに見えたの。20。ねえ、20代前半じゃないですか。よし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 、かわいらしい顔して俺に挑んでくるとは、うん、俺がじきじき返り討ちにしてもいいんですけど。で、言っちゃえばいいじゃん。怖いんすか負けんの。もう言っちゃえばよ。誰が俺ですか。そうだよ。怖くないですよ。怖くないですよ。ただまだ俺ではないな。だからダムさん、はい、順あたりに行かせようかと思ってるんですかね。高坊くんがダメだな、はい、行ければね、行ければ俺いいけど、うん、行ければ高坊くんでもいいですもんね、うん、順あたり行かすか。順あたりいいと思います。ね、負けたらでもあの頭でしょ。負けたら俺ら、うん、そうだ、我々ぶっ飛びチャンネル、この勝負もちろん受けて立ちます。ただ自分ら、まずは兵士のうち、ジュン、ダマさん、はい、ジュンに行かそうと思ってるんで、はい、ジュンが負けたら、はい、ダマさんちょっとこっちに来てください。この真ん中に来てください。負けたら我々ぶっ飛びチャンネルみんなこの頭になります。高尾くん今ダマさんだったらちょっと触ったら、ちょっとなんでここに来るのよ。俺も触っちゃったけど、もうやだ。ということで、今回我々負けたら、うん、ダマさんちょっと頭見せてあげてください。みんなこの頭になる。いや俺らも、みんな、そうそう、高尾くん、え、高尾くん、俺も、俺ハルクホーガンみたいになっちゃうね、金髪で真ん中見ると。高坊くんもうやだこれは。絶対無理。いや大丈夫です高坊くん、負けなきゃいいんですよこれ。絶対あっちじゃ負けたらどうするんだ。みんなこれみんなリーゼントだよ。みんなリーゼント。向こうのリーダー鈴くんにこの頭になってもらいます。それで飲んでくれんのかな。いやだってもう向こうが挑んできたからには。そっか、男ですから。ケツ持ってもらわないと。ビビってんじゃないですか。何してる。さっき風呂屋でその話になったら俺あんまり上手くないって自分で言ってたじゃないですか。じゃあトラウト今回は 2-2 とかどうですか。2対2とか、要は向こうも2、こっちも2みたいな。団体戦もいいっすよね。ダマさんね、ありがとうございます。ね、
まだでも、ダーマさん、はい、俺がまだ出るまででもないだろう。え、じゃあいつ出るの？俺は最後の最後ですよ。最後の最後まだですよ。いや、だからまだじゃん、いつ出すの？いつだっていいじゃないですか。いつだっていいじゃないですか。追い込まれたんですよ。ということで、話をまとめると、勝負は受けて立つと、うん、ただ俺が出るにはまだ早い、うん、ということで、うちの兵士、ジュン、ダーマスさんの右腕のジュンに勝ったら俺がやってやると。俺らが負けたら、高坊くんを含めぶっ飛びチャンネル、我々ぶっ飛びチャンネルみんながダーマスカットになる。もう多分来なくなっちゃう。さっき口つけてたよ、ダーマスさん。これ1時間だ。ダーマスさん、はい、我々のメンバーが3人だと思ってると思うんですよ。はい、スーソンチャンネルとかみんな見てるみんな。これ幹部だからね。まだ俺らただ幹部っていうだけであって、うん、いろんな支部がありますから。松節支部のミーゴ、そして安行支部のポポ軍団、そして足立総本部、ぶっ飛び足立総本部、足立区にもいますからね、我々は。だから、うん、そこの兵士たちを倒してから俺のところに来い。それやってやりましょうか。そうですね。それ以外でも、我々ぶっ飛びチャンネルと対戦がしたい、勝負がしたいっていう人たちがいればね、バンバンこう申し込んでくれれば俺らいつでもやりますよね。はい、まあ俺らはね、結構なメンバーが揃ってますからね。まあキャラだけだね。メンバーね、釣りに関しては大したことない。キャラだ。カスミ行きましょうか、みんなで。わかりました。ね、おかっぱりでも全然。カスミってさ、ずっとどっかのあれ、なんだろう、川流れていけばさ。ダマさん、ちょっといいですか。これが、ダマさんちょっとここ座ってもらって、うん、で、ちょっとカメラにこうやって頭を入れてもらっていいですか。要はこれが霞ヶ浦でするじゃないですか。これが霞で、ここへこんでる部分、毛がめっちゃ残ってるんだけど、ここだから。いいのこれ。シェードがここにいっぱい深場ですよ、ここ。かなり深いよ、これ。でこういうところにバスたまるんですよ。でもスーソンチャンネルたちはみんなさ、この辺からやってるじゃないですか、おかっぱりから。うん、だから流入河川からさ、はい、ゴムボートで入場すればいいじゃん。あ、俺ら。来ねえな、梅干し、梅干しみてえじゃん、こっから見ると。なんだこりゃ。来た。何やってんすか、ほんとに。勘弁してくださいって、ほんとに。やりたい。じゃあ順じゃなくてダーマさんで行くか。ああ自分はいいと思うよ、そこで。そうっすよね、別にだって無事より違うメンバー出してもさ、はい、ダーマさんとだってさ、嫌だって言ってるけど別にダーマさん危なくないですからね。いや危ないけど、見た目はね。いや危ない。じゃあ今回ダーマさんで行くべ。そうだな。はい、それ まずはツトムを倒してから俺のところに来いと。そうがいいです。ねえ、前回やられてるし、ここで名誉挽回っつってね、はい、本当のダーマさんのね、底力っていうものを見せつけてやろうじゃないかと。そうなります。俺を倒してからボスのところにお願いします。霞ヶ浦、やってやりますよ。何、高坊くんカッコつけてるんですか。カッコつけてたの。やばっちゃってここ見てたじゃないですか。なんか言ってやってください。